さんこんにちは、ベリーズ工房の徳永千奈美です。こんにちは、ベリーズ工房の須藤真麻です。さあ今回はですね、私たち2人がなんと富士山に登るということで、うん、まだ高尾山にも登ったことない私たちが急に富士山ということで、うん、とても不安なんですよ。そうなの、すっごい不安なんですよ、うん、なので今日は、モンベル恵比寿店さんに今いらっしゃってます。いらっしゃってます、お邪魔してますお邪魔してますだから今日はですね、いろんなこう、うん、なんだろう、心得とか、山の登る心得とか、うん、あとは服装とか持っていかないといけないものとか、まあもう本当に知識が全くゼロの状態なんで、山についてはね、普通に知識はあるんですけど、山についてはもう知識ゼロだから、うん、今日はまあ準備段階といいますか、いろんなことを教わって、万全に備えて富士山登り頑張りたいと思います、うん、なんか不思議に思ったのは、なんでこの2人だったんだって思いました。もっと若い子もいるのに、今若い子だと多分精神的に持たないんだよ。ちなみに意外にメンタル弱いからだのかもしれない。若い子は多分か弱いから、あーってなっちゃうから精神的にね。はい、今回お世話になるモンベル恵比寿店の高橋さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。こういう速乾性の T シャツを重ねます。はい、で5合目あたりで天気が良ければこの2枚で歩けるくらいですね、はい、ちょっとひんやり寒い感じで、でもし寒くなってきたらフリースを上に重ねます。こちら、でフリースで登っていて、あと休憩中とか小屋に着いてからはこういうダウンジャケットがあると便利です。はい、でこのダウンジャケットもこの袋の中にまとめて入れることができるので、着てない時間も長いので、はい、こういうふうに小さくなるものが便利ですね。はい、はい、でストックは、下りの時に特に使いやすくて、2足で歩くよりも4足あった方がバランスが取りやすいので膝への負担が軽減できて便利です。はい、はい、で登る時も力が分散できるのであった方がいいですね。大丈夫かな、なんか不安2枚の布団で3人って誰かこのつなぎ目のところに寝ないといけないってことでしょ、うん、しかも4時から0時の間に寝るじゃないですか。その間普段はだったら起きてるから絶対寝れない気がするんですよ。実寸で 3.5 ですね。あ、ちっちゃ、24入ってるよ今まで。なので5.5 くらいの靴で。でかっ、でかっ、5.5 でかいやつ。右足の方が大きかったですか。そうですね。なんでだろう、結構5ミリくらいの差は。あら、右の方が栄養がいってんのかしら。足入れたらかかとの方にトントンと足を寄せてもらって、はい、で足置いてください、はい、ここにかかとを合わせて。これ靴ひも結ぶ専門の機械なんですか。あ、そう、これは靴ひもを締めるときにお客様の足がここが90度になるようにするための、はい、椅子なんです。たら最後します。 OK、 はい、さあということで一通り説明とか聞いて、あと自分でこういう服とかも靴とかも選んでね、はい、どう登るけど、あともう少しで、本当ね、実はっていうとね、本当に説明受ける前は本当に何も知らなくて本当に登れないと思ってたんですけど、うん、これ今装着したら登れる気がする。もうやる気もうちなみに本当形から入るタイプだからいつももうここまで来ちゃえばもう完璧。大丈夫、登れる、絶対登れる。いやとか言っときつつこの後が大変なんですよね。まあさ、重いよ荷物とか言って持ってとか言われそうな。大丈夫大丈夫、もうリュック鳴らすために今日も私物リュックで来たから。お、そっからもう入ってる、うん、まああとはいつもと違う靴なんで、うん、どれだけ慣れるか。もうあとは行きますよすぐ
思ったより帽子がすっごい似合ってて、自分で言うのもあれなんですけど、すっごい似合ってますね。これリバーシブルなんです。これ黄緑だから、黄緑で合わせてます。チー黄緑好きだもんね。早く登ってみたい、うん、頑張ろう。頑張ります頑張ろう。大丈夫かな。大丈夫大丈夫。こんなウキウキしてて、で絶対なんかね、頑張って登っても疲れてる、あれしか疲れなくて、またちなみにダメだって編集になるんですよ。大丈夫、ちなみにできるよ頑張ります。頑張ります。おはようございます。おはようございます。今はですね、東京にいます。東京です。これから富士山のそこら辺まで行って、富士山ね、富士山に行くのまで行って、うん、登りたいと思います。頑張ろう。これはね、あのこの間モンベルさんで、ね、はい、合わせてきた衣装です。揃いました今日のために若干朝なんで目が開きますね帰る時も笑顔で帰ってこれたらなって思います。そう、この笑顔で帰ってこれたら頑張ります。すごいな、頑張ります。この間テレビ番組で、それこそこのモンベルさんにお邪魔させていただいた夜に、ちょうどテレビ番組で富士山のことがやってて、ね、来たよね、うん、来たーって思いました。来たよね、某テレビ番組で、うん、冷やし切りです。1本150円そう、パーキングエリアで来てました。もうここまで来るのめっちゃ長い。超爆睡だった。もう多分髪ボサボサすぎて今。なんかネットで高山病なりたくないから調べたら、高山病にならない秘訣みたいなのでいろいろ書いてあったんですけど、水分こまめに取るとか深呼吸するとか書いてあったんですけど、一番下に書いてあったのが高山病を気にしすぎないって書いてあって確かにって思いながら、初めての登山、うん、富士山で、そうですね、ちょっと不安もいっぱいなんですけど、でも逆に初めてのこう体験する山が日本一の山で良かったなと思うし、やっぱ人生で一回はこう登っていきたいし、御来光を見るのが楽しみですね。あと星が綺麗って話も聞いたんで、普段東京では絶対味わえない、なんだろう、景色とか体験とか、この2日間噛み締めて楽しみたいと思います。頑張ります。まあ、だいぶもう多分富士山に近づいてきてるんですけど、ちょっともう今周りが本当もう木というか林しかないから、なんか不安になってきました。なんかお母さんにも話したんですよ、富士山登るったらめっちゃいいじゃんってお母さんも行きたいって言ってたぐらい本当にいい経験だねって言われて、確かに本当ご来光見れるのも本当に、まあ、あの天気次第なんですけど、本当天気が良かったらご来光見れるなんてもうこんなことないなと思ったんで、やっぱプライベートでなかなかなんか多分行こうって行きたいんですけど、行こうという気になんかそこまで多分行動に移せないんで、本当こういうなんかお仕事で行かせてもらえるなんてめったにないんで、本当にご来光まず見れるのが楽しみだし、あとなんかいつも遠くから見てる富士山を、はい、なんかいつも遠くから見てる富士山に自分が登るっていうことなので、まず何があるかをちゃんとこの目で確かめて、今余裕があればなんですけど見ていきたいと思います。地面ばかりじゃなく空も見て星も綺麗って言われたので、上を見て歩きたいと思います。5号目到着しました。さあとりあえずね、今からはね、あの腹ごしらえね、そして準備満タンにしていきたいと思います、うん、頑張ります。頑張ろう、ここまで来たら。じゃあとりあえず行こう、ご飯食べてきます。行きます。お昼ご飯です。はい、そうですね、私たちは、ご来光が見たいという気持ちが強いということで月見うどんにしました。イエーイ。こちらもまんまる、まんまるまんまる。じゃあいただきます。召し上がろう。いただきます。いただきます。なんか違う意味で緊張する、うん、まあ、ゆっくり、安全第一で頑張っていきたいと思います、うん、頑張ろう。頑張るぞ。あ、はい、これで行きたいぐらい。
って弱音は入っちゃってる自分。なんか不安になってきた。あ、山だ。あ、山だ。今日はいっぱいです。みんなバスだね。やばい今日。あ、すごい。5合目です。すごい。もう山登り切ったって感じ。え、これが雲の影なんですか、あの黒いの。すごい。あの雲の影えらしいよ。本当に雲の影あれ。先が遠いよ。頑張ろう。いやで山下さ山下さ肩もめごっこしろ。しろなんつったらやらったの。なんかやらさ。そのやかしろって聞こえた。まあさ。びっくりしたとさ先が。マント富士。まだ大丈夫ですけど、肩が痛い。バック重くて今日は、最初曇りかって話もあったんですけど、もしかしたら星が見えるかもしれないっていうのを信じて頑張ります。今日もちそうです。明日がきついんですか。夜中を手くとき4時間大丈夫かな。いや途中マジここまで来るときにえって思ったんですけど、ここまで来たらなんか山っぽいからやれる気が起きる。昔からこれ寝れてるよね。うん、物持ちいいし。あるでしょこれ。うん。だってここもここいつっているわね。うん。じゃあ綺麗に使って、ね。布のがいいのうちこういう巾着。うん、やばい寒い風が。すごい急に雲が出てきた。さっきまで何もなかった。待ってすごい雲が来たよみんな。こっちに雲が来て。来る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 。雲の上乗ってみたいとか言うけどもう乗れてんじゃんって感じじゃないうちら。確かに。よくそうだね。え、うちらどこまで行くの。あそこら辺通るよ。でもさ雲が来てから涼しくなったと思うな。冷たくなったね。風が冷たい。みんなみんなやっぱパーリーリリー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 リップリップスリップスリップなんかもうこういう時笑ってないと自分がどっか行っちゃいそうだから辛い時こそ笑います。頑張ろう。頑張ろう。大丈夫です。今渋滞だからちょっと休めるから。ラッキー。やばいなこれ。7合目に到着しました。2時間ぐらいかけてなんか急な坂を登ったんですけど、まあ、合計的には多分5時間ぐらい歩いてます。はぁ頑張ったね。途中超崖で本当に初めてだったから落ちるかと思ったよね。思った、うん、そかった。でも今雲の上にいるんだよ。すごいね。すごいね。でもやっぱ寒い。夏だと思えないんだよ、ね、何度だろう。え、もうこれ10度ぐらいじゃん。マジか。9度とか。うちさ、やばいんだけど、風邪ひいたらどうしよう。寒い。まあ、とりあえず美味しいご飯食べて、うん、夜に向けていろいろ準備したいと思います。はい。頑張ろう。寒いよ。アイアムコールド。じゃあデミグラスの方から。いただきます。美味しい、あったかい。うん、あったかい。やっぱりあったかいのがいいよね。あ、待って、あったかいご飯がいいよ。あったかいのがいい。
ちょっとだけ寝れました。1時間半。予定より多分1時間ぐらい起きてるって言って、寝れなくなっちゃって、だから星ずっと見てました。流れ星は見えなかったんですけど、でも降り注ぐぐらいの星がいっぱいあって、ゆっくり。予定では見れないと思う。しかも近いんですよね、星が。だってもう、さっき早く起きた時、もう登ってる人がいたんですけど、やばそうだった。あ、もう回ってた？回ってる。8合目到着しました。イエーイ。 8合目はなんか宿が8つあるんだって。8だもんだから7個。頑張ろう。8合目あ、そっか、さっき8合目だったよね。3250、あと524。おいしい。寒さもピークに、まだ平気ですけど、多分これからピークですよね。やばい、眠い。疲れた。おお。ちなみに寒いのが苦手。こんなに声カツカツになったんです私。寒いね。やばいってことをお伝えしたいけどちゃんと喋れない。もう口が回んないんだけど。下から見えるのかな。なんかどうだろう。でも眩しくなってきてる。でもなんかちょっと暖かくなってきてしない、うん、なんか眩しくなってきてる。寒い。来てる。登ってきてるよ。あれ登ってきた登ってきた登ってきてる。到着しました。イエーイ。やったー。はーい、こうがほら後ろに見えてます。あー、すごい。あったね。初めて見た。ちなみにもすごい、なんか頑張った甲斐があったね、本当に。うん、頑張ったね。いやー、登りも辛かったけど、隣も結構上に来るからきついですね。イエーイ、一位だ。あ、落ちる。疲れた。疲れたね。で、雲がすごいね。はい、5合目に帰ってきました。今回は本当に石澤さんのおかげで私たち紅白を見れたんで、ありがとうございます。ありがとうございました。どうでした私たちの登り具合は。うん、最初はどうなるかと思ったけど一番びっくりしたのは下山かな。下山頑張ったね。下山超頑張りました。また来ます。本当に本当にです。本当にです。帰ってきました。本当疲れたね。頑張ったよ。いや、初めての山が富士山ということで、最初はね、ウキウキしてたんですけど、そう、うん、もう、なんだろう、この5合目の入り口から登山口に行くまでの早い、もう長くて、ね、もう、えみたいな、しかも、崖みたいなとこ登ったんですよ、うん、あんなとこ登るなんて思ってなかったし、うん、夜は寒かった、本当に寒かったよね。本当に、ちなみに本当になんか帰ろうって言い出そうと思った。でも星がめっちゃ綺麗だったじゃん。それで流れ星が2回見れたのが自分的には良かった。夜私も見てたんだけど、どれが流れ星かは分かんなかった、うん、そうだけど、まあ無事私たちその
ご来光見てからがテンション高くて、ねうん、下山とかめっちゃスピード速くて地神だったよね、一番速いんですよ。そう降りていくのは、うん、すごい。夜が辛かったね。夜が一番辛かったね。もう寒いし足もつれるしみたいな、もうなんかどうなもうなんか上向いて星みたいですよ。ずっと下向いた瞬間にフラってなっちゃうから、もうどうしようって感じで、もうフラフラしながらも頑張ってみんなで頂上まで登りましたって感じです。いやでも本当にガイドの石澤さん、ガイドの石澤さんそして、ね、スタッフさんのおかげで私たちは本当にご来光見れたと思うんで、うん、本当に何か良かったなって思います。辛いことの方がもう辛いこともいっぱいあったけど、実際ご来光見たら、はあ来てよかったなって思ったよね。思った本当に、はい、ということでまたいつかね、いつか来たいと思います、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。